ポーランドの小さな駅にある遺失物取扱所のシンボルマークドイツベルリンの遺失物取扱所内部遺失物取扱所は鉄道駅、空港、ショッピングセンター、娯楽施設などの多くの人が集まる施設に設置されて遺失物を習得した人から預かって保管し持ち主が現れた時に返却する業務を行う施設である地方自治体 警察などの遺失物を所管する行政機関が設置することもある。遺失物センター忘れ物取扱書、忘れ物センターなどいくつかの名称が使われている。英語ではアメリカ合衆国、カナダでロストファウンド、イギリスでロストプロパティなどと呼ばれている。交通エコロジーモビリティ財団の定めた標準案内用図記号では、 忘れ物取扱書の記号は疑問符の下に傘とカバンを描いたものとなっている。遺失物は一定期間保管して落とし主が見つからなければ収得者の所有となる。しかしその期間中ずっと同じ遺失物取扱書で保管されているわけではない。大抵の遺失物保管書では収得を届けられた当日中か翌日くらいまで保管している。 鉄道事業者のように多くの習得物が集まる場所では、その事業者に大きな遺失物センターが用意されており、各駅の遺失物取扱所での保管期限を過ぎたものがこちらに送られるようになっている。さらに期間が経つと、所轄の警察の運営する遺失物センターに引き渡され、期限までここで保管されることになる。期限まで保管されて落とし主が見つからず、 収得者も引き取らない、遺失物は、忘れ物しといったイベントで一般に販売されたり、業者にまとめて、引き渡したりして処分されている。日本では、718年制定の養老律量、ほぼ令徳武竹な物上に、届けられた落とし物は、役所で1年間保管することが決められている。これが、日本で確認されている最古の遺失物に関する、 制度的保管管理の記述である。近代ヨーロッパに終える最初の遺失物取扱書はフランスのパリにナポレオン・ボナパルトの命で作られたとされている。同じくフランスで1893年には当時の警察長官により単に落とし物をした人が申し出てくるのを待つだけではなく積極的に捜査をして落とし主に返せるようにする仕組みが作られた。 しかしこの当時は落とし物の4個に1個しか落とし主に返すことができなかった。現代においてはコンピューターのオンラインネットワークを利用して複数の遺失物取扱所を結びどの遺失物取扱所に習得物が届けられていても確認することができるようになっていたり自宅からインターネットを利用して検索できるようになっていたりする。ありがとうございます。